お、みつけいらっしゃいよ、それ。到着したよ。疲れ。どうしようか、飯食ってから行こうか、どうしようか迷ってるね。今からね、6キロから7キロぐらい歩くことになると思うんだけど、飯食ってから移動する、それとも歩いて向かうか。腹ごしらえか。なんか金目鯛のお店がいっぱいあるから、とりあえず金目鯛食うか。海鮮丼お願いします。あ、袋いらないです。はい、わー、持ってないです。はい、じゃあ1020円で。金目鯛が有名みたいだね。はい、レシートいいです。はい、どうも。はい、ありがとうございます。とりあえず星を見ながら飲むコーヒーと水分補給の水をゲットしました。昨日の教訓を生かしてね。完全に旅だよね。ロケ仕様だよね。風邪ひいたよ、風邪。よいしょ。まあ、とりあえずエナジードリンクとタバコと、缶コーヒーと飲み物は捕獲したんで、これで死なない。で、ヒートテックも買ったし。まあまあまあ、いいんじゃないかな。まあまあまあ、悪くない。悪くない。あとは気合だけですね。あとは気合さえあればいい映画撮れます。頑張ります。飯食うか。タバコ吸いたいな。駅前の駅のなんか刺身屋でいいのかな。なんか丼売ってるから24時って書いてあったし、営業時間。駅のやつでいいよね。スロットやってるんだ。できれば夜中に行って明け方まで撮ってでいいんだけど。電波どう、みんな。電波 LTE だからもうこれ以上電波上げることはできないね。これで電波なかったら終わり。電波クリア。じゃあ飯食うか。ちょっとリッチなの食うわ。丼2000円ぐらいのやつ食おう。はい、どうも、ようこさん、お疲れっす。ちょっとこういう時はね、地元のうまいもん食いたいから。今日は下田にいますよ。今日はね、本当に昔からカメラ始めた時から撮りたいと思ってたやつだったから、気合い入れてこうかなと思ってますね。トリです。はい、喫煙ってできますか。はい、喫煙ってできますか。はい。左奥で。ワクワクするよね。いい映像撮れるよ。祈ってて。昨日の夜どこに泊まったかは秘密です。はい、はい、うん、ほうぼうの天ぷらだって。ほうぼうってなんだろう。
金目鯛うまかった。煮付け食った方、金目鯛煮付けしか食ったことないんだけどさ、あの何がいい、刺身のこの海鮮丼に金目鯛入ってる2100円のやつがあるから、これにしようかなとか思ったんだけど、炙り金目丼とかあるんだ。金目鯛煮付けの方がうまいのかな、どれがいい。マグロ白子の天ぷらだって。え、マグロの白子、あ、じゃあちょっと待って、マグロの白子っていうのがあるからそれ食ってみたいな。マグロの白子、マグロの白子って食ったことある、みんな。マグロの白子の天ぷら食おうよ、これ絶対食った方がいいでしょ。じゃあ金目鯛の丼と白子のやつ食うか。あ、ここうまっす。あ、やっぱ港町はいいな、いいわ。いや、海沿いの町は好きだよ俺は。どうしよう、酒は、酒はいいか今日は、うん、呼ぼうか。この白、マグロの白子の天ぷらを一つ、どうしようかな。サーモンハラスってこれ焼いてるやつですか。そうですね。ああ、じゃあ、金目鯛がうまいんですよねこの辺って。そうですね、下田は金目鯛が有名です。金目鯛の入ってる刺身が入ってる丼ってどれですかね。これかな。金目、そうですね。それか、まあ、はい、炙り金目鯛も人気です、ね。これには入ってないですか。入ってないです、ね。炙り金目鯛、炙り金目鯛は金目鯛だけなんですか。だけですね、はい、これは金目と、お魚ですね。その魚とマグロもあります、ね。あ、じゃあこっちの方で。はい、これとご飯大盛りってできますか。はい、あ、じゃあこれご飯大盛りと、はい、じゃあさっきのやつでそのマグロ白子、はい、それで。はい、あとコーラありますか。コーラで、コーラで、はい、お願いします。はい、お買い上げ際そちら836の木札をレジまでお願いします。これを、はい、わかりました。金目鯛がうまいんだね。いやいや、なんかね、独特の味付けなんだよね、あの向こうは。ただね、とびっきりうまいっていう感じでもなかったね。なんかおでんとかも、焼き鳥はまあうまかったけど、あ、それはね、多分あそこのお店が良かったんだと思う。おでんと富士見焼きそば、別にもう食いたくないかな。なんかすげえの見つけたっていう感動はなかったね。なんか、ああまあこんな感じねみたいな、そういうノリねみたいな。あと灰皿もろ。あ、すいません、灰皿ください。ありがとうございます。昨日は多分店が良かったんだろうね。焼き鳥がうまかった普通に。うまいよね、わかるわかる、めちゃくちゃうまいんで。ありがとうございます。じゃあみんな KP、 お疲れ KP。 今日ね、ロケハンでもあるんだよね。実はね、今日行くところ、映画のシーンにも使いたいと思ってるところの。
ただタイムラプス撮るだけじゃなくて、あのロケハンでもあるから。ちょっとね、やっぱ生で体感してどれくらい。ただ思ってたのがね、人がいないから多分誰も今日見ないと思う。電車も全員降りちゃって地元の人しかいなくて、一人だけなんかカメラマンっぽい人いたけど、女の人で。だから多分ね、あのもう本当に撮り放題だと思うよ今日は。ただ寒いからっていうだけで。そこは楽しみだな。ヒートテック全然あったかい。これあるとないとじゃ全然違うよ。今日は気合い入れてみましょう。風邪ひいてますけど。旅だね、旅。やっぱこれをライフワークにしたいな。毎日この状態にしたいな。毎日この状態がいい。こう世界中をこの規模でやりたいな。電波確認すっか。いや昨日も海だったからね、電波は大丈夫かな。ちょっと一回電波切り替えてもいい。多分アドバンスモードいけないと思うんだよね。ちょっと一回落ちる。さっきと比べて電波どう？さっきと比べて電波どうかな？電波どうすか？さっきと比べて。どう？さっきと比べて電波どう？切り替えたんだけど。どう？さっきと比べて電波どう？うん、いいね、いいよ、いい感じね。 OK、 じゃあこれでいくわ。こっちは使い放題だから制限ないから。じゃあいただきますか。 ありがとうございます。これが金目鯛ですね。お味噌汁と漬物と、これで2000円、これで2000円、これが580円で、マグロの白子の天ぷらだって。マグロの白子の天ぷら、お茶の塩かなこれは、うん、じゃあ行ってみましょう。ちょっとマグロの白子は食べたことないんで、これは期待大かな。マグロの白子は初めて食べます。いただきます。いただきます。あ、わさびもなんか良さそうだな。あ、 YouTube 登録してくれた？タイムラプス見てくれた？わさびこれ絶対うまいな。あ、わさびがいい。うわ、効くね。わさびがいい感じだよ。これは絶対うまい。じゃあまず
地元の名産白子、あの金目鯛からいきます。いただきます。金目からいきます。あ、うまい。うん、うん、わさびうまいな。こんなに効くわさび初めて食べた。もうね、粘りがなくてサラサラなの。これはいいわさび。もう全然違う。水がきれいなんだろうな、多分な。いや、わさびがもう鼻にガツンってくるよ。これわさび買って帰りたいな。わさび好きだから。あー、こう久々に食ったな、こういうわさび。じゃあ白子いきます。うんうん、うん、うん、なんか白子っぽくないね。なんか身を食ってるみたい、マグロの身みたい。白子じゃないね。なんか普段食べてる白子じゃなくて、マグロの身みたいな感じだね。これ意外だな。なんかもっと濃厚なトロトロかと思ったら、うん、プリプリだね。なんかその白子って感じがしない。なんか歯ごたえ、こう弾力が肉みたいな、なんか風味とかもそこまで、肉食ってるみたい。地元の名産金目鯛の刺身とマグロの白子を食べてます。うまい、うん、うまい。金目鯛うまいけど、わさびに感動してるかな。うん、いや、もう本当にわさびがやばい。金目鯛うまいわ。うん、うん、わさびが、わさびこれ買って帰りたいな。じゃあ余計食べれない。鼻にスコーンってくる。すごいいいわさび、辛みが半端ない。ほら、これだけ効くね、わさびね。久々食べた、わさびがいい。いや、涙止まんないよ。うまいよ。うん、いいわさびだね。魚もプリプリだね。うまい。金目鯛刺身で食うってあんまないな。うん、今日は1時間半ぐらい歩くよ。バスが通ってないから。風邪ひいた。なんか旅行楽しんでるっていうか、仕事してる感じだよね。旅行じゃなくて旅って感じだ。
わさびが半端ない。うん、うん、あスコンって抜ける。これがわさびだよ。うお、辛っ。これ子供が食ったらトラウマになるぐらいスコンってくるよ。外人とかうわーって言うと思うよ。でもなんか昔のわさびってこういうわさびだったような気がするんだよな。昔もっと辛かった記憶がある。うまい。このわさびはいいな。いやもう全然違った。もう触った瞬間分かったもん。醤油に落とした瞬間さーって溶けたの。で粗挽きなのね。スーって溶け込んだの。もう軽いの。変な練り物で固めてない。もう本当にすりおろしてる。わあすごい。これはすごい。子供の頃俺も食べれなかったな。金目よりもわさびにびっくりしてるよ俺は。ペットボトルのお茶でも全然違うね静岡。ごちそうさま。うん、お茶うまいね。他の地域のお茶飲めないでしょ。もうだからお茶っていうよりも玉露って感じだよね。本当に本当に美味しい。他のお茶飲めなくなるよ。特産品だから、ね。ちょっと早すぎるんだよな。ちょっと早すぎるんだよな。どうしよう。1時間半歩く、往復3時間歩く。多分ね、バスも待てないと思うから。
でそのまま新宿に帰るか、あの熱川で一泊するか迷ってんの。熱海か熱川、温泉行きたい行きたい、旅館泊まりたいって言ってたじゃん。だから全財産をぶっぱなして一泊するかっていう。セゴロ終わったら行きたいってずっと言ってたもんね。だからね、今日でも楽しみだね。今日怖さとワクワクだよな。要は上手くなってから行こうと思ってたところだったから。まあでももういいかな。もうシャッター切った回数、さっきフォルダ整理してたの、あのデータメモリーカードがもうパンパンだから、何回も整理してるんだけどね、シャッター1万回切ってるね。シャッター1万回生きてる。多分ね、カメラやってる人からすると異常なペースだよこれ。なんでかっていうと、カメラの寿命っつ、センサーの寿命って10万回って言われてんのよ。10万回シャッター切ったらもうその使ったねって言われてんの。なんか価格が落ちるって言われてんだけど、もう10分の1だよ。どんだけカメラに没頭してるか分かるでしょ。だからね、あのカメラやってる人とかに言われんの、なんでそんな上手くなるの早いのって。あのありえないスピードで吸収力半端ないって言われてんだけど、 裏で撮ってるからね。そう、普通の人のペースで撮ってないから。今でそのいろんな人に教わってるんだけど、その今メインで教えてくれてる人はね、リスナーさんじゃないの。リスナーさんの紹介のプロの人なの。あの大きい企業のファッションショーとかの PV とか作ってる人で、もう動画1件1000万とかのギャラとかで動いてる人は、えぐいでしょ。だからあのもちろん映画の畑、超有名な映画の畑で修行もしてて、映画もやってた人で、映画もやってた人で、で今その PV っていうか、なんていうの、イメージビデオみたいなものを作ってる人なんだよね。そう、でもう超最先端の技術とかを教えてもらってる。基本的なこともそうだし。はい、わざつ。ないですね。今忙しくてそれどころじゃないです、ごめんなさい。本当に忙しいんだ。何がねあれかってね、忙しいのに金が回らないっていう、これが本当につらい。稼げてないのに忙しくなっちゃってんの。これはちょっと考えないと体持たないよね、さすがに。
今日いい絵撮れるかな。でもね、今日何がいいかって、まあ今日撮るってもう腹くくったんだけどね、重たい腰を上げて、あの誰もね上げてないの。タイムラプスを竜宮窟で撮ってないんだよ、世界で誰も。だから世界初の竜宮窟のタイムラプス、俺が世界初もらう。要はね、あのやっぱね、カメラとかやってる人って都会の人とか、あとお金かかるから、お金持ちの人が趣味でやってることが多いので、なんだろう、やっぱ撮りやすいところで撮るわけじゃん、みんな身近なもの。東京とかだと撮る絵がいっぱいあるから、だからさ、足を運んで写真の人はいっぱいいるんだけど、だから世界で誰も見たことのない綺麗な、頑張る頑張る、ありがとう、頑張るよ。うまく撮れたら映画のワンシーンに差し込みたいなと思った。で今日は時間がちょっとあるから、ショートイメージのショート V も撮れたらなと思うんだけど、カメラマンが俺しかいないから多分タイムラプスだけになっちゃうんだよね。本当はストーリー組み込んでね、そこでなんかワンゼリフとかシーンやったらかっこいいんだろうけど、ちょっとね、電波が問題だな。多分駅から離れたら今の 4G の規格の電波が通らなくなると思うから、電波切れたらね、 LINE で教えてほしいかもしれない、放送を見てる人。あのね、一人でね10分間とか喋ってんのすげえ虚しくなるんだよね。要は電波が切れちゃったら、放送が切れましたよっていうことも伝えられないよ。その向こうからのサーバーからの電波の応答がなくなるから。だからただコメントが止まって、あのかそってんのか何なのか分かんなくなっちゃうの。だから放送してる時はなるべくコメント書くっていう習慣つけてもらいたいよね。うん、そコメントが普段走ってたらさ、あれおかしいなって気づくんだけど、うちの場合コメントが普段ないことが多いから、それがたまたまロムってるだけなのか分かんなくなっちゃうからね。そこが厄介なんだよね。おかしくなり始めたらもうすぐコメントで電波プツだよって。もしくは LINE で止まったよワードってアシストして、あとなんか定期係欲しいかな。ちょっとうちの枠ループになりやすいから、定期今何してるよっていう定期勢がいたら助かるなとか思うんだけど、やっぱトークとかね、乗ってる時とか会話をながら壊したくないよね。だからリスナーさんでもしそういうのを意識してくれる人がいたら嬉しいかな。初見とかさ、後から乗り遅れた人のために定期流してくれる人いたら嬉しい。まあ今私空いてるなと思ったら、定期今金目鯛食ってます、下田駅ナウとか一行で分かるように概要を。そしたらね、初見さんに説明しなくてもね、文章で伝わるからね。じゃ行きますか、そろそろ行きますか。延長係はねもう任せるよ。でもね、笑い男だけなんだよね、延長ちゃんとやってくれるの。延長代が賄えればいいやって本当にちょっと困るんだよね。毎日1日の日当1000円とか本当にやばいよ。なんでこんな花火上がんなくなったんだろう、本当に困ってんだよね、マジでね。ちょっとつらたんだよ。
この前リスナーとがっつり話したけど、それはお願いします。はい、これ4円あるかな。1万と5円で。はい、はい、領収書ください。はい、はい、あ、ワドフィルムで、はい、WADOFILM、 あ、I ですね、 FILM、 FI ですね、 A いらないですね、 フィルム、 FILM、FILM、 はい、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 ごちそうさまです。はい、じゃあ行こうか、出発します。さて、どっちに向かって行けばいいのかな、それすらも分かんねえかんな。入り口はこっちじゃない。あ、ヒートテックあったかいな、これ。新しく出た2000円のヒートテックやばい。上はね、安い1000円の方にしちゃったんだけど。さて、行けますよ、皆さん。1時間半ぐらい歩くかな。うわー、この絵いいな。ペリーが来航した時の絵だね。ていうか電波ある？うん、出発でいい。今いるのがこの下田駅っていうところにいるんだけど、下田駅、この下田駅にいて、下田駅から移動します。下田駅から、下田駅からこの竜宮窟の方に移動するんで、どうやって行けばいいんだろう。どうやって移動すればいいんだろう。どうしよっか、道が分かんねえな、道が分かんねえな。ちょっと Google 起動します。下田駅ここにいて、135をひたすらまっすぐ、ちょっと待ってね、竜宮窟、竜宮窟徒歩、136号線をまっすぐか、こっちかな、こっち、こっちか。 OK、 分かった、 OK、 分かった。136号、オッケー、移動します。136号ひたすらまっすぐね、行きます。1時間半って書いてあった。今30分なので、ちょうど2時間目ぐらいに着くね。行きます、スタートです。電波なくなったらね、教えてくださいね。で、 LTE の電波がなくなったらもう孤独な戦いだから、一番答えるやつだね。
うん、なくなる兆候で教えてほしいね。あれ電波おかしいぞっていう。車手に入れたいな。のりこがね、車、体の調子よくなって運転できるようになったら最高なんだけど、最近ね、運転おかしいなと思ってたの。なんかね、のんちゃんが運転下手になっててぶつかりそうになるんだよ。で、なんか変だな変だなと思ってたの。だから今ね、車本人が禁止してるの。もう自分で分かってるみたい、あ、運転がおかしいっていうのが。だから多分薬の影響だと思うんだけど、これで合ってるよね。駅の前の通りで合ってるよね、これでね。田舎だな、しかし、うん、俺免許取らないのポリシーなんだよね。免許か。おいよ、延長代ありがとう。ありがとうね。ありがとう。ありがとう。いつもありがとう。のんちゃんはね、俺に会うだけでミラクル大冒険だからね。こうトンネルくぐる感じかな。これトンネルくぐる感じ。まだ電波あるかな。なんかもう不安なんだけど、街並みからして。まだ電波ある。OK。 まだ大丈夫、 OK。まあ暗い、多分というかもう 100% 真っ暗だから、放送上はラジオ放送になるけど、帰ったら絶対あの動画は上げるから。今回の何かイギリスの留学生か映画評論家か忘れたけど、日本の映画がクソだって本当にボロクソに叩いてるレビューがすごい話題になってたね。日本の映画は多分世界で最低レベルにひどいっていう、まあまあそれはわかるね。それはわかる。トンネルだから電波ないかもな。今トンネルを通過中です。まあ日本の映画ひどいよな、ちょっとな。ほんとたけしさんぐらいじゃないの、興行的にも。スタジオジブリとたけしさんとか。今大丈夫、ありがとう。日本の映画のレベルだとたけしさんとかさ、予算の問題もね、実はね、その映画の裏側とかも聞いてるんだけど、もう金の問題なんだよ。まあ、予算なんだけど、あのキャスティングありきになってて、要は金出すところが中小のタレント事務所とか大手タレント事務所とかになってて、要はあのうちの子たちを使ってくれたらスポンサーになるよっていう。だから演技のプロ、要はね、アメリカの映画ってよく見てみると分かるんだけど、ドラマ俳優と映画俳優って違う仕事なので、ドラマの俳優さんが映画に出たりしないでしょ。
で、映画の俳優さんがテレビに出るとかもめったにないの。あのゲストとしてあのインタビューとか受けるけれども、映画の俳優がドラマをやるっていうことは恥ずかしいことだっていうプロ意識があるのよ。で、ドラマの俳優さんも映画に出ることは違うと、演技が違うのが恥ずかしいことだって。で、ちゃんと彼らは下積みをしてスクールに通ったり舞台に入って下から成り上がっていくの。オーディションを通過していて、でも日本ってさ、オーディションなんかほとんどやらないでしょ。それがね、要は俳優さんありきで作ってんの。要はこの人が数字持ってるから客入るだろうっていう、あとスポンサーつけてくれるだろうっていう、要は金のためにやってんだよ映画を。この主人公をこの人にやってもらいたいとかないんだよ。それはね、やっぱりダメだよね。大丈夫かな。ただいま、今 LTE の方に切り替えました。行きましょう。 LTE Now です。はい、ただいま。ありがとうね、教えてくれて。やっぱ田舎の方だから厳しいよね、駅から離れるとね。はいはいはい、ただいま。はいはい、まあ、気合い入れてやっていきましょう。あー、でも今日風がね、生暖かくて良いな。風がいいね。雲はちょっとないかな。雲はないかな。まあ雲がなかったらね、今日のロケーションだったら星空はいけるから。あ、こんばんは、イカ娘、ありがとう、アイテム楽しんでって。こんばんは、いつもありがとうね。そう、136号で合ってたっけ。南伊豆下田港136だよね。青缶に136って書いてあるから136号進むよ、ひたすら。あー、何もないな。ペリーロードっていうのがあるんだ。パチンコ屋か、これは。フードストア、パチンコ屋みたいな外装だな。左側渡るか。ヒートテックあったかいわ。桃引き、月が見えるね。月が見える。あの月がね、竜宮窟のところにバチッとはまり込んだりしたらかっこいいんだけど、まあそんなうまいことはいかないよね多分ね。買ってよかった。ていうか買わないとダメだと思った。本当に風邪ひいたから。昨日はさすがにもう無理だと思って。上着も着てるよ。上着は安い方のヒートテックだけど、もうね、桃引き下の方は高いやつにしたんだけど、めっちゃくちゃあったかい。なんか超ヒートテックみたいなやつ。おー、シトルリンワドツー、イスイス。あの昔から撮りたかったところにもう思い越し上げていくよ今から。竜宮窟ね、下田の竜宮窟。
誰もいないといいんだけどな。あの紅の豚みたいなやつね。紅の豚のアジトみたいな防寒、うん、だってバスがさ1日2本とかのところで夜中なんだもん。やっぱね歩かないとね。それタクシーで行きたいよ俺だって。もうド貧乏だよド貧乏。最底辺まで落ちたかんね。ここまでスランプになるとは思わなかったよ。引きずってるよ。はいはい、ある片道1時間半だね。 6.9 キロかな。まあね、苦労した方が、でも苦労するっていうことはハードルが上がるわけだから誰も取らない縁になるんだよ。飛行機か。いやー、コメント止めるのやめて。電波なのかどうなのか不安だから田舎編は。うん、本当はね、紅の豚の本家のモデルになったのはあの小笠原諸島の父島っていうところなんだけど、そこも絶対行きたいんだけど、もう一つあって、それが竜宮窟。これ天然でできてるからね、これは取らないダメでしょ。みんなコメント止めないでね。ねえ、地元の人は絶対行った方がいいよ。地元の人は絶対行った方がいい。地元の人ってさ、もう当たり前になってるから気づかないんだよね。雲がかかってない。だから星のタイムラプスになりそうだね。オリオン座がバッチリだよ。見えないだろうけどオリオンがすごい。いや、星やべえな。あ、もうね、晴天で星のタイムラプスになると思う。ピッカピカ。できればね、ライトルームで星を強調して撮りたいんだけど、俺がライトルーム持ってないからね。空気澄んでるよ。だから本当はね、雲があった方が俺は好きなんだけど、雲は昨日撮ったからね。昨日は、うん、そうだね、下が海、上、海の波打ち際をスローシャッターで泡立たせて、で洞窟、うん、ちょっと行ってみないと分かんないな。俺がレンズを持ってないから、標準レンズでどこまで、本当は広角で撮ってると思うんだよあれ。どうなるかは分からない、正直。トンネル多いな。山の中なのか。トンネルだらけだよ。ここなんかタイムラプス向きそうだけど、タイムラプスっていうかこの道動画になりそうだけどね。これ動画にしたらかっこよそうだよね。ブワーって、ここジンバル使ってさ、キラキラだよ。こういい感じだよね、なんかね。ここいいよね。ここ動画に使えそうだよね。かわいい。うん。うん。ね、いいよね。かわいいね。海イメージして多分水色に塗ってるんだろうけど。
小学生とか描いたんじゃないかな。小学生が描いた絵だ。ポメラニアンの白いポメラニアンの剣があるからな。てやか真っ暗だな、やべえな。こんな道を、下田にいるよ、チョコマルさん。誰か車出せる人いたら出して。いや街灯がねえの怖えな、これ。街灯がねえの怖いね。だよね、かなりの高額だよねあれ。だから生き損になる。それで俺嫌だったんだよ。だから機材揃ってスキル上げてから行きたいっていうの。そう、もう交通費とかさ、もう3万ぐらいかかってるわけだ。これが全部パーになるからね。広角だよね、絶対。かなり広角だよね、やっぱりね。だからね、多分つまんない絵になりそうなんだよな。だから入り口までガッチガチに引いて、下から思いっきり煽って撮ればなんとかなると思うけど。だからもうそうするとね、今度ね、画角が狭まってね、俺が確認できないんだよね。それが本当に嫌だ。だからさ、映像なんてさ、みんなあのね、これね、この前も話したんだけど、その音楽業界の人と、日本人は映像をただだと思いすぎてるっていう。あの、なんだろう、例えばアメリカだったら FOX チャンネルのニュースチャンネルに毎月500円払う、スポーツに500円払う、何かにその何かの映像コンテンツ、情報コンテンツを手に入れるにはお金払うっていうのは当たり前なんだよ、昔から。ケーブルテレビでも何でも。だけどね、日本人ってね、映像、いい映像とかがタダで見るのが当たり前っていう、その電通博報堂のさ、洗脳にさ、もう引っかかっちゃってるから。だからね、だから情報が偏るんだよ。だからそのニュースとかの情報が偏るとかも分かってないんだよ。だからカウンターのメディアが生まれてこないんだよね、うん、そう。だから自分たちがどん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 、あの、北朝鮮以下の情報量になっちゃうんだよ。間違った情報量に。あ、これも絵になるな。ここも写真、ここは写真撮りたいな。こういうの好きなんだよな俺。こういうの良くないですか皆さん。うん、これいいじゃん。ディズニーランドみたいだな、これいいね。うん、怖いの好きでしょ。いや怖くないよ。ロハコさんの方がよっぽど怖かったのに。ファイナルさん、ここ見てください、レイディスにつって、お化けいますよ、ワトソンズ。お前が一番怖いわと思って。それそうだよ、金払わないんだもん。だからタダで見るのが当たり前だと思ってるから。だからどん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 ダメなコンテンツ、ダメなコンテンツになってくる。だからステマとかさ、ステルスマーケティングとかさ、だってあれテレビ CM ってさ、かっこつけて言ってるけど、あれステルスマーケティングだからね。
気づいた方がいいよ。 YouTube も最近始めたじゃん。広告見たくなかったら、あの1000円1500円払ってくださいって。俺あれ正しいことだと思うよ。何にも間違ってること言ってないよ。ただでどうやっていいもの取るんだよな。ただでどうやって、あ、真っ暗で何も見えねえ、怖え、怪我するこれ。ただでさ、どうやってさいいもの取れっつうんだよ。ボランティアかよ。そう思わないみんな。ただでさ綺麗なもん見せろ、いいもん見せろ、無理だよ。だからいいものには金を払うっていう文化作ってこうぜ。俺らはパフォーマンスには対価を払おうぜ。俺も払うし。うわ真っ暗で何も見えねえな。ちょっと待ってライトつけるわ。マジで何も見えねえ。うわ放送中ライトつけらんねえんだ、怖っ。マジで見えねえ。卑怯すぎるだろ。え電波あんのこれ、うん、いや怖いよ。地面真っ暗だもん。マジで怖い。車が走ったのを確認して歩いてるけど、車が走んなくなったらマジでこんな感じだからね。足元真っ暗だよ。やべ懐中電灯持ってくれよかった。いや気をつける気をつける。うわ空気がやばいな。生暖かい今日は。風が吹いてて星見る？星絶対映んないだろうけど。あダメだ。今星を映してる。やばいよこれ。やべえ星。うわうわすげえ。うわすげえ星やば。何これ。うわ全然気づかなかった。何これ。うわ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 すげえすげえすげえ。何これ。えすっげえよ星。何これ、やば。もうギラギラ星が、すっごい綺麗だもん。やばやば、こんなに星あるんだ。え、これ写真で撮ったら今日やばいよ多分。わ早く移動して、全部見える全部見える。天気がいい、あのねカメラやって俺が学んだことの一つなんだけど、いい天気って存在しない。これどういうことかっていうと、自分にとって都合のいい天気はあるかもしれないけど言うこと聞かないのよ。で上手い人っていうのは雨でもかっこよく撮る、曇りでもかっこよく撮る、そうなんていうのかな、なんつうんだろう、上手いカメラマンになるためには天気を利用するって感じなのかな。だから今日は星の日だね。今日と星撮ったらえぐ、うわなんだこれ、うわこんな星見たこと、うわうわちょっと待って待って、銀河まで見えるよ。えマジか、俺生まれて初めて見た。うわ肉眼で見えるんだ。うわすげえ、肉眼で見えるよ銀河団が。えぐいな今日。そしてこれえ突如お地蔵さんとかやめてほしいんだけど、怖っ。突然のお地蔵さんが一番怖いよ。うわオリオン座、星ではオリオンが一番好きなんだよな。オリオン座かっこいいよね。電波ある？うわえ電波ない？あるんかい、あるんかい。綺麗だね。電波誇張了解。もう気分は砂付近だよ俺。寒い中カメラを持ってひたすらなんか歩いて、行こう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 、
っていうかね、映画のラストのシーンそこで撮りたいんだよね俺。少年少女が告白する時のシーンでそこ使いたいんだよね。3の脚本の方で、でそこのエンディングはその竜宮窟とかその父島の洞窟の中で告白して終わるっていう。そう、いや今日早く行きたいな。見えた見えた、アンドロメガ銀河かどうか分かんないけど、俺肉眼で初めて見た。うっすらだけど見えた。マジかって思ったもん。多分ちょっと高台になってるからだと思うんだよね。いやあのね、カメラで見せらんないのが本当に、いや今日ね、うわーマジか、銀河見えるよ本当に。嘘だろうって思うもん。あ、ていうかタムタム大丈夫かな。はい、延長します。アイテムありがとう、延長します、うん、バーガーありがとう、ありがとうね、ありがとう、アイテムありがとう。136でいいんだよね、136で合ってるよね。いやー連絡ないからちょっと、これから手術だよっていう LINE から連絡来てないから、まあ疲れて寝てることを祈ろう、疲れて寝てることを祈ろう。うわすげえな本当に。136で合ってんのかな、これ間違ってたら俺泣くよ。136号線で合ってる。マジでこんな世界があるんだ、すごいよ。ヒロさん、ヒロさんありがとう。いや地球ってやっぱ綺麗だよ、やっぱね、なんつうんだろう、有機物は綺麗、うん、有機物は綺麗だね。なんかね、その矛盾がないんだよね、矛盾が。あるべくして合ってるっていうかね。なんか、なんだろう、不思議だよ。いやこれ怖えなマジで、懐中電灯マジで欲しいな。あーカーブだ、引かれないかな。何分歩いた、30分ぐらい歩いた、あと1時間か。目印がないから、ちょっと看板かなんか見つけた、数に言うね。136では間違いないんだけど、あの看板とか一切ないから、山道、しかもね高低差があるんだよ。一人旅だね、もこちゃんありがとう。一人旅、一人旅。TBS って書いてあるな、なんだこれ。え、なんでこんなところに TBSTBS の看板がある、なんで。うわこういう看板すげえ素敵だと思わない、何にも書いてないこの看板、ただ錆びてる、すげえ好き、持って帰りて。うんとね、伊豆下田ナマコン株式会社うわーワクワクする。伊豆、今いるのは
伊豆下田生コン株式会社だけど、え、これってさ大日本人の撮影地じゃない？いや、ここ大日本人の撮影地だよ。これあれじゃん、大日本人が初めてさ変身するところじゃない？これもしかして、これ絶対そうでしょ。ここだよ、大日本人の原付でウィーンって入ってくの、ここだよ多分。多分、え、絶対これっしょ。このシーン見たことない？みんな見えないか。これでしょ、これでしょ。ここ多分大日本人の原付で入ってく初めての変身シーンの場所だと思うよ。合ってるかな。わあ、ハート花火ありがとう。ありがとう、みすけ。ありがとうございます。よいしょ。あれ？俺ここ来たことあるか？あれ？ないか？椅子は来たことある。椅子生まれて初めてだもんな。なんか TBS の看板があって、絶対 TBS ないでしょ、関係ないでしょと思ったけど、でも田舎に住みたいな、こういうところに住みたいな俺。なんか絶対心が豊かになる。思いっきり稼いで引っ込もで、3年引っ込んで3年ゴリゴリ稼いでを繰り返したい。東京はね、戦場だと思ってるから俺は。東京はただの戦場。あれ、歩いてる人結構いるな。ホテルがあるんだ。へえ。ボディーボード、ボディーボードね、流行ったよね一回ボディーボード。ホテルの看板崩れてんじゃん。セブンイレブンに到着。セブンイレブンあるんだね。セブンイレブンが見えたよ。あと何キロぐらいかな。セブンイレブン着いた。まだ半分行ってないかな。右手にセブンが見えてる。菓子パンかなんか買ってった方がいいかな。一応ね、タバコとドリンク3本はあるんだけど、食い物は買ってない。もう今腹いっぱいだからね。電気を買うの？電気を買うって何？何？電気？何電気って？電気ってなんすか、ブルボンさん。電気、これ何
なんだろう、セブンイレブンな、うん、伝統売ってないでしょ。そう、見てみるか。懐中電灯売ってないと思うよ、セブンが。懐中、まあまあなんとかなると思うよ。なんかチョコレートかなんか買うか。伝統ないでしょ、セブンに。飲み物買ったしな。どうすっか。いいや、いいよいいよ、伝統ないよ。電球ない。いや、そのまま歩くわ。そのまま歩いて行っちゃう。なるほど、40分歩いたから、あ、まあちょうどいいね。 OK、 楽しもう。だから向こうに着くのが12時。あ、計算通りかな、うん、向こうで4時間撮影、4時間5時間撮影して、で歩いて帰る。どうしよう、明日夜が明けたら温泉泊まってこうか、マジで迷うんだよな。もうボロボロだからな、メンタルも体も、メンタルも体もボロボロだよ。これおっしゃる、何あれ、ヒッピー村みたいなのが、すげえかっこいい。何あれ。はい、こんばんは。これスローシャッターで切ったら大変なことになると思うよ。なんか錆びてる看板が半端じゃないな。あ、 TBS あった、あのゴルフクラブだって、下田クラブ、 TBS 下田クラブって、多分これゴルフ場だ、そういうことか。なるほどね。まだまっすぐでいいの？まだ136まっすぐでいいの？まだタウシー入り口ね。 OK、 マジで真っ暗だからな。当時？うわあ、星だらけ。綺麗だな。すごい、みんなに見せてあげたいよ。びっくりするよ。びっくりするよ、星の数に。日本でこんなになるんだな。もう視界に何個だろう。本当に200個ぐらい。もう上見たら200個ぐらい粒が。すごいことや。てるよ。すごい綺麗だよ。めちゃくちゃ綺麗。
OK。 15分ってことは48分かな。 OK。 交差点ね、それを左ね。うん、綺麗だな。あー感動するな。なんかいい絵が撮れますようにだね。月出てるよ今日。月出てる。風呂入りて。あれファミリーマートが見えてきたな。結構コンビニあるな。すっげえ孤独なんだけど俺、誰もいない街をひたすら歩くのすげえ寂しいよ。明かりがあるとまだマシだけどさ、明かりがないところ歩くの寂しすぎるんだよ。交差点なんかないよ交差点に当たってないもん。そもそも信号がなかったもん。まだ15分経ってないでしょ。もう3、4分、え、もう8分ぐらいだな。わかんないけど、あれじゃないの、あそこの交差点じゃん。目の前に青信号見えるけど、過ぎてんのか。素泊まり結構あるな。素泊まり結構あるな。うん、ブロックした、ブロックした。即風呂。集まりどころってなんだろう。飯屋かな。集まりどころ、万坂だって。
小さそう。なんかばあちゃん民泊で働いてたことあったな、そういえば。寂しいつうか、なんか俺かっこいいなって思ってる、うん、今日もかっこいいなって思ってる。学校かなこれ、今小学校だね、朝日小学校だね。今朝日小学校、いや交差点これじゃないの。ノンラブ大丈夫だよ、俺がリスナーさん守るから、コメント書きやすくするから頑張るからね、うん、このファミマの信号 OK、 ありがとうブルボンさん、みんなが教えてくれてるね。あったあった、牛タウシ入り口だね、タウシ入り口ここか、ここの信号ね、 OK、 で今どこだ、まあ、いいか、ここの信号ね、タウシ入り口、当時って読むのこれで、ほんとだ、当時、当時、左へ、OK、 当時って読むんだ、あ、ほんとだ、サンドスキー、リュウグ、リュウグウ靴 2.6 キロって書いてある。サンドスキー、あれか、砂浜のスキーか。今3分の2ぐらい来たのか。から35分ね、 OK、 やっぱ3分の2だね、 OKOK、 ちょっと太ももが痛くなってきたね、足の裏と。まだあったかいけどこっから急に冷え込むからね、津波注意、ここまで津波来んだ、ここまで来んだ津波、は電話ボックスの跡、あ、見えねえか。テレフォンって書いた、錆びたね、電話ボックスだけある。うわ、ここ栄えてたんだろうな、民芸品とかいっぱいあるもん。あ、ダイニングバー、やばいなこれ、何にもねえ、何にもねえな、うん、多分観光地だったんだろうな。え、これ突き当たりは左方向、橋渡る前、 OK、 渡る前に左ね、川渡らなくていいのね、危ない危ない、渡りかけてたわ、サンキュー。海浜浴場って書いてあるな、マイソビーチって書いてある、マイソビーチ、マイソビーチの方行くのね、川沿い歩くのね。これ川大丈夫か、これ溢れたりしないのかな、これまっすぐでいいのかな、この道ねえ、なんか民宿の名残の町だよねこれ、されちゃったんだな。空気がいいな。次に見える橋は渡って左、え、左に行くの、え、戻ってないこれ方向的に、
さっき来た道折り返してない？左に？え？左か？本当に橋を渡って左？まあ行ってみようか。多分くねくねしてるからまあ大丈夫だと思うけど。わあ、オリオン座、これえぐいな。人っ子一人いねえよ。え、電波ある？山いな、え、大丈夫？これ電波ある？うわ、すげえ不安。え、電波ないパターンじゃないのこれ。電波ないの？こっから大丈夫なんかい？あるんかい？うん、今あんだ。これなくなったらどうしようかな。え、橋を渡るって、これ右の橋を渡ればいいの？右に橋があるんだけど、これ渡るようじゃ小さい橋でしょ。右手にある橋だよね。渡るよ、右側にある橋。ちょっと小ぶりな橋。はい、そい。これを渡って左ね。すげえ風景。なんだこれ、なんだこれ。月、月はね明るいから映るんだけど、星が映らないんだよね。星は無理だな、月だけだな。月ってね、みんなが思ってるより明るいんですよ。シャッタースピード2500から5000ぐらいできるといいんだよ。うん、ねえ、 OK、 まっすぐ歩けばいいのね。 OK、 ありがとう。帰りが不安だなこれ。ひー、大変だこれ。旅配信思い出すよ。茨城とか思い出す。福島とか。一人で歩いたな、こういうところ。そしたらさ、プップーって、ワドくんって。泊まりだよって。田舎の人みんなあったかいんだよ。ラーメン屋さん思い出すな。めちゃめちゃいい人だったな。水戸まで送ってもらったな。懐かしい。よいしょ。運動不足解消になるな。
こんばんは。おい、どうも KP ありがとう。うわ、月が雲かかってる。これは伝わるでしょう。すっごいな。これはギリギリね、わかると思うけど、肉眼はすごいよ。うわ、まっすぐじゃねえじゃねえかよ。 T 字路突き当たるってこと？どん突き左ってこと？突き当たりね。チンコ蒸れるな、ヒートテック。持ってる？持ってるかな、俺。ラッキーメン。いい月だな。いやー、これ帰り大変だよ。秘境だよ、秘境。本当に秘境、秘境ハンターだよ。あ、延長します。でもね、誰も行かないところに行く意味があると俺は思ってる。見たことあるもんなんか見たくない。うわ、リゾートホテルだ。あ、 T 字路左ね、ここだ。 OK、 もう近いな、多分。リゾートホテルいっぱい立ってるから。寂れたリゾートホテルが。左に行ったと。こんなのあれだよ、女の子と一緒にデートしたら女の子多分妊娠しちゃうよ、こんなの。思わない？あ、いや、これ多分ね、一緒に夜景見たらね、妊娠するよこれ。あ、波の音聞こえてきたな。近いな、これ。波の音がゴーゴーしてる。あ、近いな、すぐだね。でもさ、真っ暗でさ、あの、え、これどこだ。え、あと何分ぐらい。看板が見えねえぞ、これ。もう海だわ、目の前。うわ、マジすげえ。このロケーションすげえな。え、何分ぐらいだろう、まっすぐで。うん、いや、ヒートテック2枚買ったから、もも引きヒートテックと上着ヒートテックだから汗かいてるよ。汗かいてる。なんだよこれ。うわー、あ、雲がかかってきた。雲出てきた。最強だよ。俺今妊娠しそうだよ。え、カズさ、これどれくらいで着く？今サーフパーク有料駐車場って書いてあるから、もうね、波の音聞こえるからまだ結構歩く感じかな。多分子供あやしてるから大変なんだろうけど。どれくらいだろう、あと。ねえ、透明らしいよね、伊豆の海はね。風船ありがとう、アツトさん、風船ありがとう。どれくらいつくんだろうな。え、まだそんなに歩くの？あ、じゃあひたすら歩けばいいのね、海岸沿いを。あ、そういうノリだ。ちょっと覗いてみようか、海覗いてみるか。
うわこれ海沿いの道歩いたらダメなのかな。うわ嘘だろ。うわ見せらんねえか。いや月明かりで嘘だろ。なんだこれ天国じゃん。すっげえ綺麗。うわーやばい。シルエットが月明かりで、これパチンコだったら確定でしょ。これ継続確定だよ。プレミア演出だよこれ。いやーねえやばいよ。見せらんなくてごめんね。すごいよ。なんか誰もいないビーチで映画みたい。うわ俺のもんだこの海は。すげえ誰もいない。すげえ。山瀬さんお疲れ様です。ヤマトさんってあのヤマトさん、どのヤマトさんだろう。俺の知り合いのヤマトさんかな。すごいもん見た。ただここではシャッター切らない。本丸はもっと向こうにあるから。あ違うヤマトさんね、うん、違うヤマトさんだね。関西弁使わないもんヤマトさん。よし頑張ろう。なんでこんなピザ屋が多いんだろう。謎のピザ推しなんだよね。いやーあれ車だ。あそうなんだ。じゃあ変えたくないよね。いや昨日ね5時間ね寒い中撮った。風邪ひいて頭今ぼーっとしてる。くしゃみ止まんないんだよね。でも電波があるのが一番助かってるよ。これ一人だったらもう心折れてると思う。電波があるからまだ寂しくないけど。嘘でしょ。プライベートビーチじゃん。岩肌の隙間にプライベートビーチだよ。何これ。誰もいないよ。セックスしててもバレないよ。うわ最高。何これ。もう俺の目の前に砂浜と岩。これ住めるぜマジで。これロケできるよ。いやこれねすっごいと思うよ。写真撮ったらもうどこ撮ってもこの時点で勝ち。ただ俺が求めてるのは本当の秘境。もう絶対ここ行きたいと思ってた一個の一つ。すげえ。うわ怖っ。真っ暗だわ。ホテルジャパン。うわ真っ暗だ。トンネル何にも見えねえ。怖っ。いや明かりのないトンネル怖いって。何これエヴァンゲリオンみたい。何なんだこれ怖っ。白浜かなんかが分かんない。うわ綺麗だなおい。すげえよ。誰もいないよ。
すごいところにいるよ今俺。誰もいない海だよ。本当にどこでも写真撮れる。誰もいない綺麗な岩肌のビーチ、岩山っていうのかな。これすげえな、来てよかった。うわ、いや本当に誰もいない、こんな時間だもん、電気もないんだもん。すっごい映画見えてるよ本当に。なんだろう、あのディカプリオのザ・ビーチみたいな、こんなのあるのみたいな。で月明かりでシルエットが、岩肌がシルエットになってんの、海が照らされてんだよ。本当に俺が求めてた絵、すっごいよ、すごい。夏はいるけどこれ冬来た方がいい。こう誰もいない感じがいいんだよ。もうね、なんだろう、月、海、月があるじゃんあそこに、あれで半分海がキラキラしてんの。いや今日やっぱね行かないとダメだね。で降りよう、うわまた星が増えてる。あれね、これだね、これこれ。川だ、山から川も流れてんだ。いやこれは歩かないとダメだよ。車で綺麗って言って1秒2秒で通り過ぎちゃう風景を、この歩くスピードで月を見ないと。うわ癒されるわ。天気も最高。すげえ疲れるけどね。あ、ワンフレーズ歌う？誰もいないから。洞窟エコーで。サビだけ歌う？トンネルだから電波ないかな。海見に行かねえよな。トンネル抜けたけど電波どう？抜けたら分岐を左。抜けたら分岐を左。抜けたら分岐？電波復活。トンネルがダメだったか。こんばんは。大丈夫じゃなかったな。全然電波なかったもん。これ多分ラグってるコメントだよね。あれ、もう一個あるけど、もう一個トンネルあるけど左の方ってことだよね。もうトンネルに向かうんだよね。もう一個でかいトンネルだよね。いやーこれ歩いてくるところじゃねえな。伊能忠敬すげえなって思ってるもん今。伊能忠敬半端じゃねえわ。伊能忠敬もここ歩いたんだろうな。すげえな。KP ありがとう。KP ありがとう。いや歩いてる人いないよ。車で来ないと。ただ歩かないと見えないものもあるんだよ。歩かないと見えないものもあるよ。うわー雲が味方し始めた。鱗雲。あーこれ早く行こう。星と雲両方来たよ。うわー。マジか、欲しい映画今日撮れるかも。これ2個目のトンネルでいいの？数
山登る感じ。これもう一個のトンネル入る感じ。どういうこと。トンネル行っていいの。山登ってるよ。じゃあ2個目のでかいトンネル入るよ。あ、でもこれ雲全部かかったら最悪だな。雲全部かからないこと祈ろう。まだ先か。何分歩いてんだ俺。もう1時間半歩いてんな。僕映画あんま見ないですね。最近見たアートだと白いポメラニアンが一番衝撃を受けました。僕あんま実写好きじゃないですね。何の音。え、どこ。え、猿。え、猿か今の。何の鳴き声だ。わかんない。多分合ってる。もっと小動物かな。てか汗かいてきた。キュキュって言ったら猿だな。イノシシなんか勝てねえぞこんなところで出くわしたら。やられるよ。いや、もっと小動物の声だったね。よいしょ。まあ、イノシシ出てもおかしくねえわな。イノシシいるな、これ。帰ってきた？電波どう？あ、雲完全にかかったな。まあまあ時間はまだあるから、明け方まで撮るから。あ、食い物買えばよかったな。3個目のトンネルもいいのかな？今度下りの3個目のトンネル。こんな遠いか。もうついてない数。マジかこれ。ウェーブ、これは何。ウェーブビーチサイドホテル伊豆。今ウェーブっていうホテルの前にいるんだけど、こんな遠い。これ間違ってないか。こんな遠いホテルウェーブにいるんだけど、みんな電波あるか教えて。あとこんな遠いか。もうだって70分だから100分歩いてるよ。これ間違ってない？
え、電波ある？あ、電波ないパターンか。最悪。マジか。どうすっか。あ、電波あるか。あ、電波あったか。よかったよかった。ありがとう。このトンネル最後のトンネルか。下りのトンネルね。あ、よかった。もうすぐね。よかったよ。どうも、電波来てますか。どうも。いや、マジか。電波来てます。どうも。最悪だよ。最悪。こんなに悲しい日はあっただろうか。めちゃくちゃ悲しいよ。どうも、電波来てる？すげえ悲しい。マジか。真っ暗で何も映らないよ。ただの暗闇だよ。ここまで歩いてきて真っ暗だぜ。どうしよう。めちゃくちゃ悲しいよ。電波微妙？電波も微妙か。電波微妙。どうしよう。ああ、電波微妙。マジか。どうすっか。何しに俺伊豆まで来たんだよ。すげえ切ねえよ。何しにここまで来たんだ俺。ダメだな、ついてねえな。めちゃくちゃついてねえな。そっちの電波なの？ちょっと他の人がコメント書くまで分かんないね。電波問題は。え？電波どころじゃないよ、解放。電波どころの問題じゃないよ、正直。真っ暗で何も映らねえ。最悪だよ。
最悪、何にも映らない。これは悲しい事態だな。すげえへこむ。あーマジか。マジか、ずれー。戻ろうかな。どうしよう。あー超ショックなんだけど。着いたよ。あーマジできつい。こんなかー。うわぁ、へこむわ、マジで。どうしよっかな、マジで。どんべこみだよ、どんべこみ。テンション、真っ暗。何にも映らない。いやわかんない。真っ暗、真っ暗、電波なし。どうすっか。こんばんは。真っ暗、電波なしときたもんな。ダブルパンチだよ。これは参ったな。テストシャッター何回か切ったけど絵にならないね。トンネルの手前かな、撮るとしたら。トンネルの手前。そうだね、俺は落ち込むとき落ち込むからね。ただこれはもうすげえへこんだ。ショックが半端じゃないよ。え？いや、朝まで待つ？これすっげえきつい。朝まで待つ？そうする？日が差したらまあ大丈夫だけど、ここで何時間、日の入りって何時だ？俺ヘッドヘッドになるぜ多分。半端じゃなくヘッドヘッドになると思う。いやこの時間民宿やってないでしょう多分。電波あるの？プツプツする？くるくるか。
電波も弱めか。どうすっかこれ。6時30分前耐えられるかな俺が。どうしよう。民泊あんのかな。いやー星はいいんだけどね、ちょっと予想してた感じと違うかな。ちょっとひどいね。ちょっとまあここで少し撮るよ、せっかく来たから少し撮るね。今から1時間だとこんなもんか。73分、どんべこみだよ、どんべこみ。落ち込むわ、うまくいかねえもんだな。光ないね、簡単に言ったら。だからシルエットになっちゃうの。穴がぽっかり開いたところに空が映ってるだけの映像になっちゃうのね。それが悲しい。あとやっぱり広角レンズが持ってないから画角が厳しいな、光があったとしても。要はあの綺麗な映像にしづらいね。ちょっと厳しいな今日のコンディションは。
明け、やっぱね、夜の写真がないっていうところは夜撮れないってことなんだよね。だから世の中にないっていうことは夜誰も来ないってことはね、理由があるんだよ、誰も撮ってないのには。まあ絵にならないよってことなんだよ。ショックで朝までここいる？朝までいるか。星野タイムラプス、俺ね、ちょっと今竜宮窟にいるんすよ。竜宮窟失敗したな。1時間半も歩いたのに。悔しいな。しょぼーんだよ。どうしよう、明るくなるまで待とうかな。うわー、うまくいかねえ、うまくいかねえよ。ってことは夜向かないってことは昼までさらに雲がかからないといけない条件になるんだ、竜宮窟のタイムラプスは。だから条件かなり厳しいね。なるほどな。なるほどな。勉強になるわ。やっぱね、自然相手って難しいよ。どうしよう。星は見えるよ。星は見えるよ。どうすか。
辛いね、それね。辛いね。延長します。それ辛いね。持ってねえか。持ってないっつうか。無理だよな、これは。こればっかりはしょうがないよな。ただ1時間半歩いて帰るのは嫌だよ。何も取らないで。しかも今戻ったとしてもさ、誰もいないもん。街も何もやってないし、どうしよう。ここで一晩明かす？ここで一晩明かすしかないのかな。どうなんだろう。参ったね。こいつは困った。でも今帰ったとしても1時間半、2時に駅前行ってどうするっていう話もあるじゃん。何にもない駅だから。だから積んだんだよ。うわ、寒くなってきた。完全に積んだんだよね。どうしよう。ザ配信って感じになっちゃったよ。ザ配信。きついな。車が止まってる？どうしよっかな。うまくいかねえな。ないよね、カフェなんか。ないよ。だからちょうど田舎だもん。千葉で言ったら銚子とかそういう方だもん。しかもその一番末端の駅からさらに1時間半歩いてきたんだよ。秘境だよ、秘境。本当の本当の秘境。ついてねえな。どうすっか、まずで。寒くなってきたな。
途方に暮れてます僕は。どうしよう。僕あれなんですよ、なんだろう、免許持ってないんですよ。待つ？日の出まで。あと6時間ここでぼーっとする？何もないっすね。見当たらないっすね。参ったな。寒くなってきたし、どうすっかな。いやこれ大失敗だよ、大失敗。結構勇気振り絞ってきたんだけどね。泣きそうだ。泣きて。涙がこぼれそうだよ。あと6時間半か。どうすっかな。俺ね、あんまり星グッと来ない人なんだよね。あんまり面白くないですよ、星見てても。ていうか星のタイムラプス全然撮ったことないし、わかんねえな。いやすごいことになったな。星のタイムラプスじゃあ撮る？ていうかここ蚊いない？蚊いないか、痒いんだよな、なんか。何やってんだろう、俺。すげえ寂しいよ。
あーもう すげー悲しい。何やってんだろうこんなところで。何やってんだろう俺。かゆい。蚊がいるのかこれ。すげえ説明。どうしよう。かゆい、体がかゆい、体がかゆい、体がかゆい、あーかゆい、かゆいかゆいかゆい、帰りたい、あー、ムカつく。なんだよ。どうしようもう。ああ。何しに来たんだろう。すげえへこむわ。めっちゃ寒いし、いやーどうすっか。悔しいよ。移動するか。どうする？諦める？どうしよう。ああもうかゆい、もうやだ、ああイライラする。ああ何やってんだろうマジで。時間の無駄が一番嫌いなんだよ俺。どうすっかな。
あー、どうしよう、どうしたらいいかな。何する？マジかよ、こんなところまで来て何にも取れねえじゃん。すげえムカつくよ。なんだこれマジで。あー、イライラする。どうすっかな。マジでどうしよう。どうするみんな。なんで黙ってんの？なんで黙ってんの？黙って何も見られても俺困るんだけど。なんで黙ってんだよ、意味わかんねえ。黙ってても何も起こんねえんだけど。なんで黙ってんの？腹立つわこいつら。さっき話さなかったそれ。なんで同じ話を何回もするんだ。風船ありがとう。どうしよう。絶望だよ絶望。マジでどうすっかな。ん？何言ってんの？今のでカメラずれたっしょ。
からずダメだな。道路だもんな、どうすっかな。こんなん引かれちゃうもんな、こんなとこ通ってたら。どうしよう。帰る？せっかくここまで来て、こんな感じなの？いや、すげえへこむんだけど。どうやって帰ろう。俺帰るの？ここまで来て。マジかよ。じゃあ帰ります。あー、静岡来てこれか。マジか。何あれ、車事故った？何あれ、車が何あれ、何あれ、何やってんだ。超怖いんだけど、何あれ。あ、車か、ただの。じゃあ帰るよ俺。残念だけど。あ、なんだ、車か。帰るよみんな。どうしよう、帰ろうかな、マジで。うわ、すげえへこむ。帰る？どうしよう。みんなどうする？で、なんで何も言ってくんねえの？マジか。帰るか、じゃあ。うわぁ、最悪だ。もう、最悪だよ。いや、もう帰るよ。だってさ、だったらここで待ってる方がよくない？だったらここで待ってればいいじゃん。だってさ、駅に行ったって何にもないんだよ、駅。だったら始発で帰ろうよ。バスで来るんだったらさ、歩いて1時間半かけて朝で待ってまた来るんだよ。あー、もう心折れそうだ。うん。なんだこれ、マジで。すげえ悲しいんだけど。めちゃくちゃ悲しいよ。